こんにちは。彼女こそ運命の相手だと思って付き合い始めたのに、いつの間にか悩みの種になっているという男性の皆さん、今度こそいい恋愛をすると思っても毎回同じことの繰り返しではないでしょうか。なぜあなたが恋愛で失敗するのか、今日の動画を見ればわかります。付き合うとやばい女性に惚れてしまうと、あなたは必ず不幸になります。同じパターンを繰り返さないためには原因を知ることが大切。今あなたが気になっている女性や付き合っている彼女に今からお話しするような特徴が当てはまっていたら要注意ですよ。ヘトヘトになるまで振り回されるのを未然に防ぐために、ぜひ最後までご覧くださいね。1. 自己中心的。ちょっとしたわがままを言う女性は可愛らしいですが、度が過ぎるとあなたを疲れさせてしまいます。では可愛いわがままと度が過ぎるわがままとはどこで線引きをすればよいのでしょうか。可愛いわがままはあなたの時間と体力を大して奪いません。少しの労力で彼女の悩みを叶えてあげられるのであれば、それはあなたにとっても幸せなことでしょう。例えば、帰りにアイスを買ってきて、疲れたからマッサージしてなどですね。もちろんどこまで許容できるかには個人差はあると思います。一方、度が過ぎたわがままとはあなたの時間や体力を大きく奪ってしまうものです。あなたが自分のために使うべき時間や体力を削ってまで彼女に尽くしてしまうのは健全な関係とは言えません。夜中に突然電話で呼び出されて迎えに来てと言われたり、しょっちゅう高いブランド品をせがまれたり、最初のうちはあなたにも彼女に頼られていると嬉しくなるかもしれませんが、長くは続きません。だんだんと彼女のわがままを重荷に感じてしまうことでしょう。にもかかわらず、わがままを聞き続けていると彼女の要求はどんどんエスカレートしてきます。こういった事態を避けるためにも、まずは自分の時間と体力、そしてお金を大切にすること。自分は二の次で彼女を優先してしまうと相手にとってもよくありません。カップルは対等な関係であるべきです。 2. かまってちゃん。あなたにべったり甘えてくる彼女はとても可愛いものですよね。しかしそれはきちんと自立ができていることが前提条件。あなたなしでは生きられないという女性と付き合うと、後々苦労する可能性が高くなります。メールの返信が遅いと怒ったり、他の女性と連絡しないように言ったり、いわゆる束縛をしてくるような女性は避けましょう。あなたの気持ちが全て自分に向いていないと気が済まない女性です。あなたを愛しているというよりも自分を愛しているのです。こういった女性は最初のうちは気立てがよく、表向きにはかまってちゃんかどうか分かりません。一つ有効な見分け方をお伝えしましょう。もし彼女の SNS のアカウントを知っているのなら覗いてみてください。更新頻度はどうでしょうか。どんな内容を公開しているのでしょうか。もし1日の更新頻度が異常に高くて、ネガティブな内容ばかり発信しているようなら危険信号。一日中誰かに絡んでもらえないと寂しくて辛い自分の状況を誰かになだめてほしいと思っているのです。こういった女性は心を許した男性に依存しがちです。あなたからの愛が1ミリでも薄くなったと感じた際は泣きわめくことさえあります。裏を返せば孤独なかわいそうな女性であるとも言えます。もしあなたが本当に彼女を愛しているのなら、彼女の不安を取り除いて自己肯定感を高めてあげられればいいですね。しかし、あなたの気持ちがこれ以上追いつかないと思うほどであれば、潔く身を引いた方が賢明です。 3. 非日常が好き。女性は非日常が大好きです。いつもと違う自分になりたいという変身願望があって、メイクやファッションを楽しむんですね。いつもと同じだと飽き飽きしてしまうのです。大人の自立した女性であれば、自分のできる範囲で非日常を楽しめます。つまり身の丈に合った方法でエンターテインメントを楽しむことができるのです。しかし、あまりにも非日常を求めすぎるような女性には注意が必要。恋人のあなたにも多くを要求する可能性があります。
例えば高級なフレンチやクルーズ船での旅行など、お金を使わなければ楽しめないアクティビティばかり要求してきます。そういった刺激的なことはたまに楽しむからこそ意味があること。あなたが億万長者でない限り、彼女を永遠に楽しませ続けることは不可能でしょう。日常に小さな喜びや楽しみを見出せる女性とお付き合いする方が、よっぽど安心して良い関係を築けます。 4. あなたの家族や友達に会いたがらない。あなたと二人っきりでいるのが好きなのという女性、一見可愛らしいですよね。しかしこれには深い闇が隠れている場合が。彼女はかなり自分の殻にこもるタイプかもしれません。人との関わりが苦手な人が多いでしょう。もちろん明るく積極的で社交的であることだけが良いわけではありませんが、あなたが大切に思う家族や友人のことも大事にしてくれる女性の方が魅力的ですよね。毎週の仲間内での飲み会には参加せずとも、あなたが大事にしている人たちにさえ会いたくないというのはちょっと考えもの。もし結婚となれば2人だけの関係ではなくなります。今のあなたに直接危害が及ぶことは少ないでしょうが、今後のことを考えると大変かもしれません。また彼女があなたに対して本気でないという可能性もあります。あなたの友人や家族に会っていろいろと詮索されるのは面倒だと思っているのでしょう。 5. 察してちゃん。察してちゃんとは、言葉で言わなくても自分が何を考えているか相手に分かってほしいと思っている女性のことを言います。このタイプの女性ははっきりと自分の意見や頼み事を口に出して言えません。伝えたいことがあってもそれとなくほのめかすだけで、もし相手が自分の気持ちを汲んで先回りして行動してくれないと怒り出すことがあります。言わなくても相手が分かってくれて当然だと思っているんですね。察してちゃんの特徴とは、単刀直入に物事を言わず遠回しな表現をする、不満があると言葉ではなく態度に出すなどです。自分に自信がなく言葉で伝えて拒絶されることを極端に怖がっています。承認欲求が満たされず、メンタルが不安定であることが多いです。あなたとの関係性の中だけでなく、社会の中でも自分の言いたいことをはっきり言えてこなかった人が多いでしょう。こういった女性は優しくしてくれる恋人という存在に依存しがちです。付き合った途端に束縛が激しくなるタイプです。察してちゃんは相手を傷つけるような言葉を言わないといういいところもありますから、絶対にあなたを不幸にするとは言い難いです。自分が弱い存在であることを知っているため、他者にも優しくできるというメリットもあります。しかし、あなたは常に彼女のご機嫌を伺う必要があり、次第に心身ともに疲れていくでしょう。もし察してちゃんの女性とお付き合いを続けたいのであれば、彼女が言いたいことを言えるように、あなた自身も否定するような口調をやめるなど工夫が必要です。 6. 感謝できない。何でもしてもらって当たり前という気持ちを持っている女性とはお付き合いをしないようにしましょう。特に男性からモテてチヤホヤされてきた女性ほどこの傾向が強いです。自分の好むことは今まで何でも男性が叶えてくれたので、思い通りにならないと機嫌を損ねます。デート代は男性におごってもらって当たり前、プレゼントをもらって当たり前とお高く止まっている女性を見極めるのはそう難しくはないはず。あなたが彼女に何かしてあげたとき、きちんとありがとうの言葉やお礼のメールがありますか？感謝の気持ちを持って接することは女性としてだけでなく人として大切な要素ですね。またありがとうと表面上では言っていても、あまりにも多くをあなたに求めすぎる女性には気をつけた方がいいです。感謝の言葉をうまく使って自分が得しようとしている可能性があります。あなたのことを本当に思っている女性なら、あなたのキャパシティを理解した上で頼み事をしてくるはず。そのような女性からのありがとうには心から喜びましょう。今日は付き合うとやばい、不幸になる女性の特徴6選をご紹介しました。あなたが今まであまりいい恋愛ができなかったのは、このような特徴を持つ女性たちと付き合ってきたからかもしれません。
これから出会いを求める人は、今日ご紹介した6つの特徴に当てはまる女性でないかどうかをよくチェックしてくださいね。あなたの恋愛がうまくいきますように。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。